では、俺入ってます。では入ってます。入ってます。はい。ということで。これ、森鉄チャンネルで出るの？はい、出ますね。はい。ということで、数学組。あ、カンタラさんより背高かったんだね。え、本当ですか？デカちゃん、デカちゃんえねえのかよ。いやいやいや。大谷は偉いよ。同じぐらいかな。はい。という感じで、じゃあ、数学受けるんで、2人ですね。早坂東大で、ユーロは結局、あれですか、農工大だっけ、はい、はい。ということなんで、カンタロさんに数学の実力をちょっとチェックしていただきたいと思いまして、うん、理系ですので、2人とも。これ、そう、あの、別に、はい、このために用意したんじゃなくて、うん、この動画を撮ろうと思って書いておいて、まだ撮ってなかっただけなんですけど、季節してこれあれだね、あの、ドラゴン桜で東大模試あったじゃん。うん。ドラゴン桜のドラマの中での模試の問題。うん、そう、大丈夫。の類題かもしれない。皆さん入ってください。の類題かもしれない。カンタロさんがもう外国に入ってないけど。はい。はい、はい。の類題ですね。はい。わかりました。ドラゴン桜。ああ、そうか、東大。東大ね。ドラゴン桜の、あの、ドラマの中に出てきた模試の、おやってみましょう。ちょっと難しいね。いいよ、少し考えて。で、どうせカットするんだから考えていいんじゃない、手動かして。手動かして。手動かしていいですよ。はい。これは。それも使って。カットしなきゃいけないことをバンバン喋らない、はい、昔ドラゴン桜で東大模試に出た問題と同じ匂いのする問題なんですけど、有名な x3 乗プラス y3 乗プラス z3 乗マイナス 3xyz っていうこういう式見たことあります？で、はい、めっちゃ手よ、はい、大丈夫ですよ、もちろん。これ何、これとりあえずこうかなっていう、ああいうあのね、うる覚えで書いてみたのね、はい、ユーロさんね、ユーロさんは今ここでこの式、まずそもそもすごい基本的なことで x3 乗プラス y3 乗って因数分解できますよね、はい、こうやってもう公式で覚えちゃってる人多いと思うし、別に覚えていいし覚えてるべきだと思うんだけど、これ因数分解しろって言われて初めて見た時自力でするとしたらどうやって因数分解しろ、これこれとは違います、これ単なる2つのね3乗の和ね、はい、立方の和の因数分解、ユーロさんそこに意識書いてあるよね、これもちろん公式で覚えちゃって結論は知ってると思うけども、はい、これ因数分解するのにこの式が必要なんでしょ、これやることによって、x プラス y の3乗引く 3xy 括弧 x プラス y ってやることによって、x プラス y くくれると。はい。ね。そう、これの2乗とマイナス 3xy。はい。でね。っていうふうに因数分解できると、3乗。そうすると、これも因数分解しようと思ったときに、これ因数分解できるんですよ。で、はっきり言うと、この因数分解は覚えちゃってた方がもう得だし、便利だし、時間短縮できるんで、覚えちゃっとくべきだとは思うし、俺も覚えちゃったんだけど、うん、でも最初はやっぱり自分で自力で因数分解しましょうと言ったときに、今これをこの部分だけを今と同じ作業、x プラス y の3乗マイナス、じゃあちょっとこっちに書いておこうか、 xy かっこ x プラス y と、で残ってるのこれとこれだよね、プラス z の3乗とマイナス 3xyz とくると、なんか因数分解できそうな気がしない？はい、早坂君、続き因数分解して。せっかくあの、並べ替えも丁寧に、あの、親切にしてあげたんで。じゃあ、これ、もういいやけし。これ、これの因数分解やって。ユーリさんもこっちに。ユーリって言ったよ。ユーリ、ユーロ。名前変わっちゃった。ユーリって言ったの、昔、教え子に。確か。ユーリ・アルバチャコフ。知らないよね。ユーリ・アルバチャコフってボクサーいたんだけど。全然関係ない。もう3乗足す3乗の因数分解はもう公式使っちゃっていいですよ。3乗足す3乗。3乗足す3乗の因数分解の公式が覚えてるでしょ。そのさっきやったあの 2つの3乗足す3乗単なる。親切な分け方してあるんで。これ3乗足す3乗あるじゃん。で、これとこれは仲良さそうじゃん。そうやって展開して元の式に戻る。いやいや、後半。3xy でくくって、だって、それもう中学生の因数分解だよ。x プラス y プラス z でくくったら、あとは、これでくくるんでしょ？はい。だって、これとこれだけじゃんと。それ単に計算するだけでしょ？バラバラにして。バラバラにして順序書くだけでしょ？ ab-3xya ってだけだよ。因数分解して。b っていうのがこれだよ。
で、それをもちろん、まあ、綺麗にした方がいいからね。はい。綺麗にして。単にバラバラにするだけ。バラバラにして綺麗に順番よく、順序よく書くだけ。いや、それやっぱり、2乗ぐらいしようよ。ミスは誰でもするんだけど、ミスに気づける感覚って大事なのよ。それ、ユーロさん最後、どっかなんか、どことなく違和感ない。まあ、つまんないミスだけど、それは一応気づくのも大事な能力なの。そうね、そうマイナスだよね。っていうのも、それやっぱりマイナスじゃなきゃ気持ち悪いじゃん。で、じゃあ、これ今、ね、で、結局結論は、この因数分解は、まあ、あったんだけどね。ZX っていうのも、これもやっぱり一応ね、この方が綺麗な。まあまあ、それはまあいいとして、3文字の場合の基本対称式って何？基本対称式。3文字の場合は、単なる3つの和と、あと何？ XY プラス YZ プラス ZX、あと XYZ。と掛け算でね。2文字だったら単なる和と積だけだね。これは基本対称式だよ。これは対称式だよね、はい、XYZ 入れ替えても同じで、対称式っていうのは基本対称式の、あ、もちろん因数分解できるだけじゃないよ。基本対称式だけで表すことができるのね。だからこれ結局基本対称式で、この X 足す Y 足す Z の2乗も、この2乗っていうのもこれ2乗してこれ2個引けば表せるでしょ。で、これまさに基本対称式でしょ。対称式ってのは必ず基本対称式で表せる。で、まず結論から言っちゃうと、この因数分解はさすがに覚えちゃった方が入試的には絶対にいいです。この結論ね。結論、綺麗だから結構覚えやすいの、ね。対称式だし、もちろん当たり前だけど。で、じゃあもしもね、これね、因数分解、まあなかなかこの2つ組み合わせて、こっち側って今やったのを最初に気づきにくいと思うんで、入試なんかでも数学的山勘ってのは結構大事で、これ因数分解しろと知らない時に言われた時に考え方の一個として、今言って基本対称式、対称式は基本対称式で、まあ、で、しかも因数分解しろって言われてんだから、これ因数に持ってんじゃねえかなという勘ね。もう別に根拠はないけどね。X プラス Y プラス Z で隠れんじゃねえかなという勘。で、組み立て情報って知ってます？組み立て情報。単なる。これって X の三次式とみなせば、x の3乗で2次はなしで1次が係数だけ言うなら、じゃあ一応係数だけ言うなら、組み立て情報の時って係数しか書かないでしょ。だから x の3乗の係数1で2次は0で1次の係数は、1次の係数マイナス 3yz、 そうだ、マイナス 3yz だよね。で定数が y3 乗プラス z3 乗だよね。で組み立て情報って x の1次式のこれで割ってみますと、これどっちがどう、君たちは。俺はこっちがどうだけど。で、ここに立てるものは何？これで割るってなったら。なんかの X の多項式を X マイナス2で割るとかってた時に、ここに何か書くの？あ、2。2でしょ？これ2書くんでしょ？じゃあこの場合だったら、これで割るんだったら何書くの？カッコ X プラス Y。だよね。マイナス Y マイナス Z だよね。マイナス Y マイナス Z。やってみてくれたけど。組み立て情報して。まあ、じゃあ、早田君はそっちに、同じように書いてくれて、これ消してやるの、はい。ここに係数だけ書いて、組み立て情報やって、組み立て情報できるんでしょ、組み立てることあるってことはできるんでしょ。まあ、あれは単なる本当にテクニックで、例えばじゃあ、X3 乗マイナス、別に割り切れなくてもいいんで、さっきだって、組み立て情報ってまず 何書くの？こういう式。うん、なるほど、それには何を書くの？いや、なんか計算が全然やり方が分かんないです。なんか知ってるけど知ってる、そういうの知らないってね。係数書くの、こうやって単に係数を書く、はい、この式ので、もしもと次数が抜けてたら0を書く、ちゃんとで x-2 で割るんだったらこうやって2って書くんでしょ。別にどっちに書くかいろいろ流儀があるらしいけど、これも本当に単なる小学校の割り算の筆算みたく、理屈は本当は知ってた方がいいんだけど、説明は一応できるけど、まあ理屈抜きで単なるやり方だけ知ってる人多いと思うんで、やり方だけは覚えてるんじゃないの。まあ別にもう知らなきゃ無理だよ、それこう単に下ろしてくるんですよ、数字を。で掛け算するんでしょ、で足し算するんでしょ、で掛け算するんでしょ、で足し算するんでしょ、で掛け算するんでしょ、足し算してこっちからこっちが余り x の2乗 0x プラス3っていうのが組み立て情報で。知らなかったのね。いや知ってましたけど、うん、なんかなんだろう、混ざっちゃう。え？なんかいつもなんかやり方は分かるんですけど、先にどっちを足すっけみたいな。
なんか正しいやり方を覚えてない、うん、それはまあちゃんと正しいやり方を覚えてで、そうすれば一応これも割り切れるだろうっていう見込みのもとに割り切れるんだけどね。おろすかける足す、おろすかける足す、おろすかける足す、おろす、他におろす、まずは他におろす、かける左側と、いや、かけたらゼロにならないでしょ、足す、ゼロ足す、それで、かける、これとこれをかける、だってこれとこれかけるんでしょ、これとこれかけた瞬間、ああもう嬉しくなんない、だって何が起きなきゃかもうって割り切れなきゃだって泣くしかないでしょ、だからこれまず計算してよ、単なるこれとこれだけの話だよ、マイナス y マイナス z に移乗したらどうなる、だってマイナスカッコ y 足す z でしょ、マイナスカッコ y 足す z 全体の2乗なんでしょ、これってそういう意味でしょ、はい、でこれとこれをかけるんでしょ、さっき3乗の和の因数分解できたの、できるとか覚えてたんでしょ、覚えてるんでしょ、はい、書いて結論いや3の因数分解でしょ、はい、これとこれ出てきたのこれでしょ、はい、かけたらどうなるの、うん、そうじゃなきゃだってそうなる予定で物事始めてるからね、あ、はい、そうなる予定でこれマイナスカッコでくくって これとこれぐらい計算してよ、マイナス3足す2ぐらい、今これとここが間違ってるのか、ここ XY にしてる、あ、それはありもしない文字が出しちゃうだけだね、それもそれこそやって違和感だらけでしょ、そんなの、うん、そうやって割り切れる予定で始めてるからね、そしたら俺だって結局これ x の二次式ね、一次の係数が x の2乗でしょ、じゃあこれ結局これでうまく因数分解できたっていうことを味わって、あとはこれを書いてよちゃんと結論、これ今何やったかっていうと、何したかっていうと x3 乗プラス y3 乗プラス z の3乗マイナス 3xyz を x の三次式とみなして係数書きました、で x プラス y プラス z で割り算しましたって話ね、でこれが小です、あまりもちろんゼロで割り切れました、だから結論は、いやそうだけど結論は覚えた結論を書くんじゃなくて一応このこれを尊重して書いてあげて、その後に最後きれいになるんだから、が相方で、もう一個が当然 x プラス y、うん、で、これの中身を整理すればもちろん当然正しくなるよと、そういうマイナス 3xy と真ん中の 2xy も計算しちゃう、マイナス 3xy とプラス 2xy と、うん、じゃあ そしたらマイナスじゃないでしょ、これはマイナスかっこ y プラス z の2乗なんだから、でしかも結論分かってるんだから、え、すみません分かんないです、これが x の2次の係数1、はい、これが x の1次の係数だから、これに x をかけたものがこれ、これ単なる定数 x の二次式の中の、はい、これ y 二乗と z 二乗とプラス 2yz とマイナス 3yz でしょ、はい、だからもう計算しちゃって、単なるもうあとはこれをバラバラにして書くだけ、これマイナス y にマイナス z を二乗したらプラスでしょ、うん、これで一応出来上がりでしょ、二乗二乗二乗マイナス xyyzzx とできたんで、じゃあもうあとはまあ並べ替えるだけだけど、でじゃあ話戻すと x3 乗プラス y3 乗プラス z3 乗マイナス 3xyz、 あのまあ私一応公式はね覚えずに導こうという立場の人間なんだけど、さすがにこれは覚えちゃいましょう、じゃあ結論復習でもう一回因数分解スラスラっと書いちゃってください、どっちでもいいや、そこに
長いけど、まあ覚えやすいからね。ね。対象式なんで。じゃあまあこの因数分解じゃ覚えたと。で、じゃあ一応この問題に戻るんだけど、まずこの問題見た瞬間に、x プラス y を求めようと。未知数 xy って2個だよね。で、式1個だよね。普通答えは出ないよね。未知数の数だけ式が必要だから。でも、xy が実数だっていう、実数だっていう条件から、どうやら x 足す y は分かりらしいと。で、まあ一応これが頭に、目に入っていると、じゃあ結論から言っちゃうと、x3 乗足す y3 乗と、これ仲良くしたければこの式見てね。で、こっち側にこんなものがあると。線、2線ってのは線と線だよね。線と線。うん。線と線。ってことは、こっち持ってくるよね。マイナス10の3乗だよね。これは、線と線。線ってのは10の3乗だからね。で、こっち持ってくればマイナスでしょ。じゃあ、あえて、プラス、マイナス10の3乗と。これ線ね。線をこっち移行してマイナス線。そうすると、あとこれ。じゃあ、これもあえて、マイナス3、カッコマイナス 10xy と。今、この式のうちの、こいつちょとりあえず無視。で、この2線をこっち持ってきたうちのこの1個だけ使いました。これとこれとマイナス線とこれでこうなった。どうですか、上と見比べて。これと見比べて。因数分解できるよね。で、じゃあ、ちょっとさっきから言った話で言うと、なぜ実数だと答えが出るかっていうと、これ、要するに、x プラス y、まあ、なんか、こう、因数分解できて0になると。っていう形にならないと、これ答え出ようがないんですよ。未知数が2個で、式が1個しかないから。でもしもこうなったら、こっち側って x の何次式？二次式。二次式だったら、絶対にゼロにならないことってあるじゃないですか。ね。で、実はこれ、こっち側は絶対にゼロ以上なの。ね。って、うん。これも、入試に出たことあるんだけど、三つの数の相加相乗平均ってどういう関係だっけ？相加相乗平均あるよね。じゃあ、ここでちょっと話あっちこっち行くけど、A、2つの場合の相加相乗平均の関係っていうのは、2つの数の和、これが2つの平均、和の平均、掛け算の平均よりも大きいっていう関係ある。これよく使うよね。これ、ここはさすがに知ってる。これ、とりあえず証明して、A 正、B 正で。2個の相加相乗平均は証明できないとさすがにまずいからね。証明して。これ動画の9割ぐらい後ろ向いてるってことだね。これ、うーん、俺知らない。俺はその画角とかそういうことは特にどう後ろ向いてる、どう編集するかは知らないけど、じゃあまず不等式の証明のもつ、いろはの E なんだけど、こういうのを証明するときには、これはなんか証明すべきことだからまだ分かってないからね。 A の方がでかいってことは。でもじゃあ僕は引き算したくなりましたと。で、この引き算いろいろやって変形していってみたら、あ、ゼロよりでかいじゃんと、こうじゃんと、分かったと。じゃあこうですねっていう話だからね。だ、まずは引き算をした式を作って、それを変形していくっていうのが基本手順ね。で、まあ別に両辺倍ぐらいしちゃうのはいいけど、じゃあ別に、じゃあ証明しやすいようにこれ こうでいいや。この方が証明しやすいからね。を証明せよって言われたら、まずは、引き算してみましたと。引き算したくなったから。あ、そしたら、それはまだ分かんないことでしょ。こう書いちゃダメなんだよ。こう書いちゃダメなの。いろいろ変形して、いや、書いちゃダメなの。これを変形してみたら、最後、こうなりましたと。この状態じゃまだこうだって分かんないでしょ。なぜこれで0以上って言えるの？分かんないでしょ。これまだ分かんないことだから。これ世に知られてないこと。まだ世の中の誰も知らないこと。
でも僕はこれ引き算したくなりました。引き算しました。で、引き算したことを式変形していってみたら、ああ。数学にも紙の目があるんですね。うん？紙の目。紙の目って？この、もう結果が、うん。ありきになっちゃうやつ。英語でも解説でよく、うん、いや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 、それは神の目でしょ、神の神の目線ね、そう、神の目でしょ、それはっていう答え分かってるから、こう変形すればそれはこうですよっていう話なのね。だからこうですよ、こうですよとね、こう変形すればそれは平方は必ず絶対に0以上で、0になる時っていうのがそれは A イコール B の時ですねっていうね、A と B が1、ここが0になればそれは0にはなるか、でも絶対2乗だから0以下に0未満になることはありませんっていうのが2つの数の相加相乗平均の証明で、3つの数の相加相乗平均ってどういう関係か、3つの数の相加相乗平均、編集大変だ、1時間経ったうん、そうね、あんまり別に証明はまあ難しいけど、まあ実際入試も出たことあるんだけど、3つの数の相加相乗平均の証明は旭川以来かな。あ、で、言うよ、言うよ、今3つの数の相加相乗平均の話をしようとしてるんだけど、相加相乗平均、つまり相加平均って何？相加平均。相加平均っていうのは、もう平均の中で一番、はっきり 99% 相加平均。ね、平均点とか、平均身長とか。で、ほぼ滅多に使わない相乗平均をしょっちゅう出てくる。相乗平均って何？掛けたものの平均。掛け算の平均なんでね。掛け算の平均使う場面ってどういう場面？はい、ちなみに、あ、じゃあ、はい、もう少し移る方に行って、移る方に。平均ってね、世の中平均って言ったら普通はもう相加平均。平均点の時に相乗平均使う人いないからね。相加平均が普通の平均なので。でも、相乗平均とか、もう一個平均あるんだけど、例えばじゃあ、もう有名な話だからね、すぐ答えられるかどうかわかんないけど、ある日転換を、行きは時速4キロで行きましたと。帰りは時速6キロで帰ってきましたと。往復の平均の速さは5キロじゃないかんね。出して。計算で出して。暗算できなくていいから、ある日転換を、行きは時速4キロで行きました。帰りは時速6キロで帰ってきました。往復の平均の速さを出していく。ボルテー先生も、この問題ぐらいはできるんじゃないですか。え、これを何、行きは時速4キロで行きました、帰りは時速6キロで帰ってきました、はい、同じ道のりはもちろんね、往復の平均の速さを出してください、全部平坦な道として信号は止まらないものとしてですね、はい、そうですね、はい、そういう小学生みたいなこと言わないね、時速40、行き時速40キロ帰り時速60キロってさ、時速60キロでスタートした瞬間時速60キロで止まった瞬間時速60キロで死ぬからね、そうそうそうもう一瞬にして60キロぐらいだったら、まあ、まあ死なねえか。富士急ハイランドそれぐらいの乗りもなるか。でも、富士急ハイランドです。それぐらいのスピードで発射するやつ、頸椎なんか、怪我した人いるし。結構字とか何も使わない、距離。いや、まあ普通、中学生が正式にやるんだったら文字で、日転換の距離を置くけど、うん、別に、はっきり言って距離はどうでもいいに決まってるじゃんっていう意識が働けば、うんうんうん、計算しやすい距離を置くのが普通だよね、うん、でもそのこのちょっと分とか気になるけど、ね、別に分じゃなくて時間だけどね、はい、これ正式にだからちゃんと中学生が正式にやるなら日転換の距離を A キロとか置かなきゃいけないけど、じゃあ A キロで置いてやってみてよ、別に A, で A じゃなくていいでしょ、はっきり好きな距離でいいじゃん、どうせ何キロでも同じだっていう感を働かせれば、日転換の距離何キロがいい、何でもいいんですか、何でもいいでしょって、何でもいいからそういう質問してんじゃん、じゃあ1キロ別に1キロが良ければ1キロでいいけど、いや計算しやすい距離の方がいいんじゃないの、行き時速4キロ帰り時速6キロ出してるんだから、1キロが計算しやすいの、ね、ユーロさんは距離を何キロで言うたの、24キロメートル、うん、でももっと、まあ24でもちろん構わないけど、12が一番いいんじゃないの、これも一番最初に言う、最小公倍数っていう小学校で習った12キロにすれば計算しやすいでしょ、行きは何時間ですか、行き3時間、帰りは2時間、うん、全部で5時間、うん、そうすると往復の平均の速さは大丈夫、距離割る時間にすればいい、そう、まさにあの俺の大嫌いなあの弾きをすること使えばそれやればいいだけだから、数字書き上げ以上分かるからずっと、うん、往復してるからね、でしかもまあ
その答えだと明らかにえって思っちゃう違和感がない、ね、遅くなっちゃうでしょ。そしたら4キロと6キロ勢いよりも帰りよりも遅い、ね、5は正解だけど5に近いに決まってるでしょ。やばい、頭がこんがらがってきた。いや大丈夫、距離割る時間だって行きと帰り足さなきゃ、うん、あ24か、うん、4.8 でこれ教訓ね、ガーって行ってゆっくりよりもはっきり言って一番速いのは平均ペース、ね、時速5キロでずっと行くのに絡む、もう9キロ1キロダメなんですよ。9キロ1キロだったら平均何キロになる、出してもらう、もうすぐ出せでしょ。行き9キロ帰り1キロ多くの速い平均のやつだ。行き9キロ帰り1キロ相変わらず踏んだけど時間ね一応 H でしょ、 H ね、うん、漢字の G は画数多いから H にしとく。ゆうさんおかしいでしょ。さっき早坂君が間違えたことを今度はゆうろさんが1.8 キロね、はい、ダーッてダッシュした9キロは全部消されちゃうんですよ、怠けると、はい、だから平均ペースで5ね、和が10でしょ、全部1と9で我が10、4と6で我が10、5と5で我が10、我が10だったら一番速いのは5キロでずっと歩くことで、これが総、これのこと調和平均って聞いたことないかもしれない。調和平均っていうのね、調和平均はこの速さの往復の時ぐらいしかほぼ出てこないんでめったに使わないけど調和平均で、今やってるのは総乗平均、掛け算の平均。じゃあこれも中学入試の算数なんだけど 10% ね、値上げしましたと。ああ売れねえや、じゃあ 10% 値下げ、値段どうなの、元の値段から比べて、ね、今年あじゃあ給料でいいや、給料が 10% 上昇しましたと。来年業績悪いんで 10% 減少ですと。この2年間での給料がどうなった、でそのパーセントはもちろん前年比だから、ね、今年っていうのは昨年比 10% 増、来年っていうのは今年比 10% 減。なるほど、これプラマイゼロだと思っちゃう人がいるってことです ね、うん、そんなわけないでしょって、これは感覚でわかるで、この時あそういや OK ですよ、あ合ってますよ、あと今年昨年度から比べれば 10% 増えて 1.1 倍で 10% 減ってことは 0.9 倍だから、昨年から比べると 0.99 になっちゃうね。でこの時にじゃあ1年平均はっていう時に使うのが総長平均で、10% 増 10% 減だからゼロじゃないでしょ。で、まあ、増え続ける場合でも、10% 増えました。30% 増えましたと。ね。昨年から 10% プラス、30% プラスというときに、じゃあ1年平均何パーセントか、これちょっと暗算できないけど、式だけで言うならどういう式？ 1 年平均を出すための式。これ暗算できないから、で、しかも、手計算でもちょっと苦しいから、式だけでいいんですけどね。で、今年給料 10% 上がりました。来年は 30% 上がりましたと。2年間での1年平均の増加は何パーセントですかっていう平均。式だけでいいからね。うん、それ式だけでいいし。で、じゃあ1年平均出すにはって言ったら、いや、それで足し算するぐらいだったら、ああ、20% かってんじゃない。要するに 1.1 倍になって、次 1.3 倍なんでしょ。だ合計で、1.43 かな。2年間かけて 1.43 倍になりました。じゃあ1年ごとで言うなら平均はって言った時に使うのが総乗平均で、この場合はこうしなきゃいけない、平均が出ないわけですよ。そうすればこれかける1年平均があるこれだから来年も同じ平均だから同じね、ちゃんとこれになるよというのが総乗平均。総乗平均って、ね、この式だけしかしでしょっちゅう出てくるけどこういうものだってこと知らなかったでしょ。はい、全然意味を理解してませんでしたこれは総乗平均だ。だからこれだからもしも3年になれば、ね、1.1 倍、1.3 倍、給料、ね、来年も倍だと。じゃあ3年間こういうね、10% 増、30% 増、倍増。じゃあ1年平均はっていうと、3乗根を取りますよ。1年平均は。かけた個数分だけの乗根を取るのが総乗平均。で、今、2個の場合の総加総乗平均のね、A たす B、引く2ルート AB っていうのがルート A 引くルート B の2乗だから0以上ですねっていう証明しましたと。で3つの場合の総加総乗平均の関係っていうのはだ3つだから3つの数の総加平均で3つの数の総乗平均はこうですよっていう
証明をするのにさっきの因数分解を使いますと。これまず3倍しちゃって A たす B たす C で引き算の3倍の3乗根 ABC ってやった時に3乗根 A を X、 3乗根 B を Y、 3乗根 C を Z としたらこの式はどうなる？1個だけ C、 1個だけ C になってる。単なる単位で単なる書き間違いってなるでしょ、はい、そしたらこの因数分解さっきやったでしょ。じゃあもうこれはさっき結論覚えちゃったっていう話だから書いちゃう結論。因数、まず因数分解、はい、で今最初に書き忘れたけど一応まあこれ全部プラスって話ね。正正っていう話だから X も Y も全部正ね。だからこれもちろんプラスだよね。正これ正でこれが0以上だっていうにはこれがプラスして0以上って言わなきゃいけないでしょ。でその時にこれ二次式だから二次式ってまあ要するに二次関数で言ったらこういう状態になってれば絶対プラスやで。そういうのを証明する時によく使う方法が平方完成ってやつね。で平方完成これもちろんちょっとテクニカルだから知らないとなかなかやりづらいんだけど、ただでも真面目に X の二次式として平方完成、残ったやつを Y の二次式として平方完成ってやってっても一応できるんだけど、まあじゃあちょっとここはテクニカルに、これ無理やりこの式ね、2分のにして、2分のにしてね、無理やり、要するにだから上の係数全部倍にして上に書いておこう。そうすると上の式うまく工夫すれば絶対プラスか、まあ0以上か。という話に持ってけそうな感じなんで、空いてるところに頑張って。仲良しさん同士はやっぱね、仲良しグループ作ってあげなくちゃ。マイナス 2XY の仲良しさん誰？マイナス 2XY の仲良しさんは。マイナス 2XY の仲良しさんさ、それじゃさ、X2 乗の2は仲間外れにしてあげた方がいいんじゃない？ 2X2 乗じゃ、でそれでくくっちゃったんじゃ何のために分母に2をつけたのか分かんないじゃん。これ誰と仲いい？仲一番いい仲いい人だけ連れてきて。だって中学の因数分解の公式習ったでしょ、はい、これが入ってる因数分解の公式ない、はい、マイナスだからね。そこに今1個使ったでしょ、はい、1個使ったでしょ、これも1個使ったでしょ、はい、で今度これと仲いいの誰で、これ Y2 乗も全部使い切ったでしょ、はい、で Z2 乗1個使ったでしょ、はい、残ってるのこれ、うん、こちらの足し算ね。結局だからこの式っていうのはこう変形できるわけね。この部分がそうするとこれは全部プラスだからプラスで、こっちは、ね、全部2乗2乗2乗だから絶対0以上で0以上で、で0になる時っていうのはの時にだけ0になるから統合が成立しますというのが相加相乗平均のね。そうするとやっと本来の問題に戻ってきました。まず今この問題のこれとこれとこれと線こいつで残ってるのが、X プラス Y の3乗引く10の3乗、これでちゃんと合ってるね、全部あるね、イコール0と。じゃあとりあえずこれ因数分解しちゃいましょうと。あるあ、そっちもね、細かな計算しなくていいですよ。これも単だ、これでくくれましたっていう話だけで、こっち、あと、ユーロさんはこっち因数分解してくれるだけです。まあ、いいです。早かったらもうそれで一旦これでしまいに。これでくくれるでしょ？で、こっち側ちょっといい。長くて、長いからかかんないです。3乗引く3乗の因数分解となる。もしもこうだったら、これもう泣いちゃうでしょ。でそこがマイナスじゃなかったら、もう泣くしかないし、もう、号泣だよね。そうだとしたらっていう、ちゃんと左にちゃんと自分で言い過ぎるからちゃんと正しいの書いてあるじゃん、はい、正しい通りやればいいじゃん、ちゃんと、はい、右の格好違うでしょ。でそうするとこれが x プラス y マイナス10でくくれてイコール0で、こっち側はさっきこっちはもうプラスってやったよね、はい、じゃああとこれプラス、これも単なる x プラス y をもう一文字と置いちゃえばプラスなのすぐ表せる、示せるね。今目標は何？因数分解じゃないからね、目標は。目標はプラスであることを示したいだけ。
これがなぜプラスですかっていうのをちゃんと示さなくちゃ。すいません、ちょっと分かりません。だって二次式がプラスってなって平方完成すればおしまいでしょ。平方完成できる。いや因数分解できないでしょ。そうでしょ。で残りがだったら絶対プラスでしょって話ね。なんでこっち側は必ず正ですと。ゼロになりません。だからこれがゼロだから x プラス y は10ですよっていう結論が出たと。っていうのはこれが x、y が実数だから、実数じゃなければこれ別にゼロになれるからね。ということで式が1個だけども実数っていう条件からこっちがゼロですよっていう結論が得られましたという話です。森哲先生、終わりました。終わったんですか。はい。いやー長い、こんなに長く取ったことないんじゃないっていうぐらい、はい、長いですね。さあどうでしたか。いや全然なんか公式覚えてるだけで使えてないなっていうのを実感、そういうの実感できたんだ、はい、よくわかるはい、どうでしたか。まだだって数学やってそんな時間も経ってない。そうですね、まさに公式覚えてるだけで使えないのもそうだけど、覚えてるのも怪しい状態だから、うんうん、でやっぱりだから公式ってのはきちんと意味を考え、うんうん、自分で導ければ身につくし使える、うん、単に丸暗記は忘れて使えない、うんうん、っていう結論ですよね。そうだね。公式自体はどうなの、もう頭入ってるの。まだだってやってそんな時間経ってないから、意味もなく覚えてるから結局、yes. 覚えられずに使えないっていう、うん、三角比と か、うん、なんか自分が好きな分野ばっかりやって、うん、制限定理とか予言定理とかの証明とかはやったりして、うん、ただこういう基礎的なものは、これ基礎的なものなの、やっぱり。そうだ、式の展開とか因数分解とかも、うん、もう常にどっかで見するっていう、うん、状態なんで、ね、じゃあこれはまだまだじゃってことですね。そうですね、はい、じゃあ時すでにお寿司にならないように、これね、はい、ぜひともお寿司、まあ、お寿司ですか、はい、はいはい、ということでした。はい、長い、何問やるんだと思ったら1問でこんなにかかった。じゃあ大事な話もいっぱいしてあるんだから、はい、お疲れ様でした、はい。